石橋で11時であります。いつもより1時間早い。気温34度、水温 14.3 度。さあ本日は卵持ってるかな。物掃除をしました。本日は卵抱いてる子いない？わかんない。なかなかわかんないね。わかんない。ここまで取っちゃいました。一層ならリセットしよっか。よし、まず飼育水を確保します。これくらいで、こちらに水を溶かします。移動します。よっこらしょー。よし、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 疲れた。水槽から、ガラス水槽から移動しました。こちらから、こちら何匹いるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。また割れております。ここ割れております。どうしようかな、これもう一回修理かな。このようにしてソイルを洗っております。ソイル移動します。よし、まだ汚いです。かなり綺麗になった感ない？うん、透明になってきた。よいしょ。根っこなくなった？どう？うん、ソイルの移動をいたします。あれ、こっちにはソイルはいりません。そっちは水だけ。じゃあスポイド持ってきてくれる？スポイド、はい。これスポ、お水、このお水スポイドです。ベニちゃん、まあ、ですね。詰まっとる。水槽洗ってます。割れてますが、もしかしてほとんど漏れはないかも。わかんない。よし、以前の対策がこうそうしております。今ちょうどお昼でございます。よし、ドライヤーで乾燥させちゃおうか。そうやね、うん、その方が早いね、うん、ドライヤー
よいしょ、はい、持ってきて。今水槽を洗いました。これから乾かします。なんで乾かそうかな。ドライヤーかな、ライトかな。太陽当たってるんだけど。乾かします。まず拭きます。これから乾かします。ライトつけます。このライトで光を当てます。ちょっとは乾いたかな。脱脂をいたします。よし、オッケー。シール剥がしで以前のものを一旦撤去いたします。よし、シーラーを塗ります。あれ見えねえや。あれ、まあいいや。次は一面にもう塗っていきたいと思います。シーラーをたっぷり塗ってます。全面に塗ってます。よし、シーラーで絵が描けると面白いんだけどな。これ乾くのどのぐらいかかるの。8時間。8時間。次はソイルをここに貼り付けようと思います。ばらまきます。つくかな。くっつきます。はい。塗装だと朝やったら昼ぐらいには塗装はできる。はい、くっついて乾くのを待ちましょう。よっしゃ、よっしゃ。今乾かしてます。水槽に貼り付けたソイル、くっついた分だけくっついてます。なんかチョコレートの粒がくっついたみたいに美味しそうです。水槽の中に入れてあったソイル、これも干してます。表面がちょっと乾いたので、こうやって乾いてないとこ出しました。天気がいいので乾きます。でも夕方になったらまた器の中に入れます。こちらのガラス水槽、こんな塩梅になっております。乾いたかな。乾いたかな。よいしょ。ここにつかないということは乾いておりますね。よし、乾いた感じであります。よし、そんな塩梅です。どうかな、こんな感じですね。下に少し足してやればいい感じになるのでは、ね、そんなところであります。水を入れてます。水が溢れるまでいっぱいに入れました。もう本日はこれでやめましょう。パイロットで入っていただいたメダカさん、元気です。3匹入れましたが3匹とも元気ですね。テストペーハー
どこに行ったか分かんなくなっちゃったので、また新たに買ってきてもらいました。それではテストしていきたいと思います。テストいたします。ちょっと酸性っぽいのかな、少し酸性っぽい感じですね。よし、まあ、中性か。それではどちらにしろこの子たちを元の水槽に戻してあげます。元の水槽の中に入れます。少し水合わせ、また後でね、こうして水を抜いていきます。よし、こちらは少し残ってる水を中和しながら出すという感じですね。ソイル追加します。投入済み。これで水を入れていきます。これだけ入れたところでこの子たちを入れていきます。こちらもこれで水を回しておきます。餌あげるぞ。どうだ、食べに来るかい。